皆さん、こんにちは。琴文コーディアの渡辺です。今は2021年8月31日の朝の6時43分です。トランプ前大統領の声明をご紹介します。現地時間で8月29日から遡って8月28日、前回やった続きまで遡ってご紹介します。機械役です。ICYMI バイデンは無謀で認知症に悩まされているガラクタです。カブール空港の攻撃で海兵隊の母が殺されました。ロブクリリーによるデイリーメールの記事全文を読んでください。8月29日、ICYMI、アフガニスタン撤退をめぐって不適切な軍事指導部を爆破した後に解雇された海兵隊大隊司令官、ワシントンフリービーコンの アラナ・グッドマンによる記事全文をここで読んでください。8月29日、ICYMI、UFC スーパースターのホルヘ・マスビダルからのツイート、ありがとうチャンプ、あなたは本当に素晴らしい選手です。貼られている画像の内容です。私は一日何通もこういうメッセージを受け取ります。あなたがトランプ支持者であることが分かったとき、私はあなたを支持するのをやめました。 私は今、彼が何のために立っていたか、世界の他の地域は決してそうではないとあなたが理解していたことが分かりました。刑事キャンプであなたに会えることを願っています。8月29日、ICYMI。この大失敗は、ジョー・バイデンを失敗した大統領として暴露しました。ベン・ドメネクによるニューヨーク・ポストの記事全文をここで読んでください。8月29日、 ICYMI。アフガニスタンは大統領の弱点をすべて明らかにしました。ウォール・ストリート・ジャーナルのウィリアム・マクガーンによる記事全文をここで読んでください。8月29日、ICYMI。私はチーム・トランプのアフガニスタン撤退を実行しました。バイデンが私たちを避難しようとするのは悲しいことです。カッシュ、ペイテルによるニューヨーク・ポストの記事全文をここで読んでください。 8月29日、ICYMI。ホワイトハウス崩壊の真っ只中、グッドウィン。マイケル・グッドウィンによるニューヨーク・ポストの記事全文をここで読んでください。8月28日、ICYMI。クリスチャン・アダムズ。2020年のボス選びで説明されていない1500万の郵便投票用紙二2020年のボス選び、我が国の歴史の中で恥ずべき瞬間です。 ブライドバートのマイケル・パトリック・リーヒによる記事全文をここで読んでください。8月28日、ICYMI、担当者ロニー・ジャクソンからニュースマックスへ、国家安全保障に関する悪いことが起こりますという記事。ニュースマックスでチャールズ・キムによる記事全文をここで読んでください。8月28日、ICYMI、彼らは弱さを示した。ポンペオはバイデンに反撃し、 トランプ政権は条件に基づく撤退計画を持っていたと言います。クリストファーによるデイリーコーラーの記事全文をここで読んでください。8月28日、ICYMI、バイデンの壮大な割合の人質危機、タウンホールとケイティ・パブリッジの記事全文をここで読んでください。以上です。ありがとうございました。それではまた。